ピーチ姫からのメールにそんなことが書かれておったのか。伝説の宝の正体が魔物の魂であると。そして奴らがスターストーンの力でそれを復活させようとしてると。だが確かにわしが突き止めていたことと内容は一致する。話せば長くなるがよく聞くんだ。寝そう、マリオさん寝そう。よいか、テレビの前の君たちもちゃんと聞くんだぞ。めたいな。テレビの前の君たちって一体何のことです？細かいことは気にするでない。前に話した本に書かれていた恐ろしい災いというのはおそらくその魔物のことだろう。ですね。魔物は昔この地にあった大きな町を滅ぼしたという。7つのスターストーンもその魔物が作り出したもので、魔物はスターストーンの強力な力を使って世界を支配していたらしい。言い伝えによれば最後魔物は4人の勇者に倒されたと言われておる。4人の勇者。しかし滅びたのは魔物の体だけで、魂までは滅ぼせなかった。そのため勇者たちは魔物から奪ったスターストーンの力を使い、魔物の魂を千年の扉の向こうにある闇の宮殿の奥に封じ込めたという。スターストーンそのものに善悪の区別はない。もし7つのスターストーンが全部揃えば、魔物を封じることも魔物を復活させることもできる。スターストーンの力が善になるか悪になるかは使うもの次第なんだ。そういう考え方もあるよね。そうもいかぬ事情を見つけてしもうた。何でしょうか。千年の扉の力が弱まってる可能性がある。なるほど、今年がその千年目なんだ。トロピコアイランド。なんだろう、南国って感じがすごいけど。わしもあんまり知らんのだが、その島にはいろいろと良くない噂がある。良くないんだ。なんでも怨霊が出るとか、怨念がどうたらとか、呪いがかかってるとか、やば。別のところから行きませんか。まあ、詳しいことはゴロツキ港にいる者に聞くのがよかろう。恐ろしいぜ。さあ、ということで、許可させますか。ビビアンが許可できるよね。お願いします。さあ、魔法の炎 FP6 なんだ。全体攻撃かな。お強いですね。ありがとうございます。とりあえず港ですよね。行きましょうか。なんだなんだ、乗れちゃった。トロピコアイランド。その話だけは勘弁な。俺は海賊王に呪われたくないからよ。かなり訳ありみたいですね。
そこに泊まってるのは貿易商人のマルコさんの船さ。マルコさんのか。カインズ号コルデスのお宝が眠ってるという島だろ。お宝は欲しいけど、あんまりぼんやりしてるとカインズ号の呪いにやられちまうぜ。そんなやばいんか。でもなんだろう、海賊ってなんか熱いものを感じますよね。ワクワクですね。とりあえずマルコさんとこ行けばいいのかな。おルイージさんやメットのトルクさん、優秀なメカニックらしいわ。月刊メカニックによると、彼の背中のスパナさばきはとってもファンタスティックらしいわ。何があった？こいつが泣いて頼むからマシンを貸してやったのに。この建築所、一瞬でマシンをボロボロにしようってからに。そういうことか。マシンの修理代5000コインをいただくまではこやつの元を離れんぞ。だそうですよ。この間はサーキットに行って奇跡の羅針盤のパーツを一つを手に入れたんだ。気にしてね。冒険どころじゃないよ。もうルイージさん自体がスリリングになってるよ。さあサーキットの冒険。船でサーキットに到着した僕たちはものすごい大きな音に驚いたんだ。なんとこのサーキットでは毎日のようにカーレースが行われていて、レースで1位になった人がサーキットを治める王様になれるそうなんだ。へえ。レースを見に行くとちょうど表彰式をしていたんだけど、なんとレースで1位になったらもらえるトロフィーには奇跡の羅針盤のパーツが埋め込まれていたんだよ。僕は早速レースに参加することにしたんだ。カートは乗ったことがあるし、確かにそれなりに自信があったんだけど、このレースはとんでもなかったよ。カートとは比べ物にならないくらいパワーがあるマシンで、マシンの装備にはミサイルにバツーが。なんでマリオレースだったんだ。僕はさすがにちょっぴり逃げ出したくなったんだけど、勇気を振り絞ってレースに出ることにしたんだ。そしていよいよレース当日、僕は最高に活かしたマシン、グリングリーン1号でスタートラインに立った。僕は気合十分でスタートと同時にアクセルを踏み込んだんだけど、ギアがバックに入っていて、グリングリーン1号はゴロンゴロンと転がりながら後ろの壁に激突しちゃったんだ。あらら。いきなりビリッケツでマシンもボロボロになっちゃったんだけど、ラッキーなことに前を走っていたマシンが次々とクラッシュして、一番最後を走っていた僕が見事1位になったんだ。わ。受け取ったトロフィーについていた奇跡の羅針盤のパーツを台座にはめると、遥か東にあるというミュージカルタウンを示したんだ。おお、楽しそう。そしてあの声、エクレア姫の声がまた耳元で聞こえたんだ。なあエクレア姫、あなたの声は、言葉はなんと美しいんだろう。とりあえず頑張って5000コイン用意してな、トルクさんのためにも。こんにちは。一体何が足りないというんだ。えい、建築ショー、ロマン、感動、スリル、お金。ロマン。ロマンか。やはり人生にはロマンが必要なんだな。あの甘くてホコホコした美味しい食べ物。違う、それはマロン。必要なのはロマン。全部一人でやってる。そういえば昔聞いた話に、海賊王コロデスの財宝の話があったな。お、海賊の宝探しを言ってくれるのかな。なんとロマンでスリルで感動的な響きなんだ。
知っておるかね、トロピコンアイランドに眠る海賊王の財宝の話を。その昔、海賊王コルデスが財宝を隠したと噂されているんだ。今まで何人もの荒くれ者が財宝を求めてその島へ旅立ったが、誰一人として帰ってくる者はいなかった。そして世間では海賊王の怨霊が島に来る者を襲っているのではないか、そんな噂が流れ、その島へ行く者は誰もいなくなったんだよ。だが私は財宝は本当にあると信じている。私がそれを確かめてやるんだ。なんてたって私は輝ける7つの海を股にかける大金持ちマルコなんだから。そうなんですよ。何言ってんだね君、こんなしけた町にそんなものあるわけないでしょ。ダメダメダメのダメ子さん。おお、マルコさん、昭和の人だよね。昭和タイプですよね、なんていうか。君、さては私の宝を横取りする気だな。スターストーンという石を探してるだけ？そうなんですよ。そういえばコルテスの財宝の中に星の形をした石があったとか。ひょっとしてその石とても高く売れるものなの？まあいい、私に必要なのはロマンでスリルな感動なんだ。どうだね、これも何かの縁だ。君も私と一緒にトロピコンアイランドへ行こうじゃないか。行きましょう。もちろんスターストーンは君のもの、他の宝は私のものということで。島に行く船がないだって？私を誰だと思ってるのかね。船は私がバッチリ用意しよう。まさに大船乗った気でいたまえ。ありがとうございます。これでいよいよ出発なんか楽しみですね。おっしゃー、トロピコアイランド行きましょうよ。君、ちょっとだけ問題が発生したよ。何でしょう。それよりこの船を見たまえ。なかなかのもんだろう。すごいな、次から次へと言葉が出てくるな、マルコさん。何が問題なのかって？あとさ、あの右にいる方がすごく気になるんだけど。なんかどこかで見た気がするんだけど、気のせいかな？気のせいですね。実は船の操舵長がいないんだ。トロピコアイランドに行くと知ってどこかへ逃げてしまったんだよ。ちなみに操舵長というのは船を操作する操舵士の中で一番偉い人のことだ。トロピコアイランドの周辺はただでさえ危険な場所だ。よほど腕利きのものでない限り、僧たちは務まらない。全く困ったもんだ。お、コンポビー君。このゴロツキタウンのどこかに伝説の船乗りが住んでるって話を聞いたことがあるんですわ。伝説の船乗り。名前はバレル。なんとも気難しいじいさんらしいですが、どんな船でも自在に操る腕前だという話ですね。しかし最近彼を海で見た者はいないんですがね。バレルさん、決まりだ。そのバレル君をぜひともスカウトしてゲットするんだ。その交渉には船長であるマリオ君に行ってもらうことにしよう。いいんだ。
もしでは探してみますか、バレルさん。バレル、あのおじいさんならわしの家の東隣に住んでおるよ。なるほど、ありがとうございます。あー、なんか手前にあるってことはだよ。そういうことか。この間誰かが屋根から屋根へと華麗に飛び跳ねているのを見たんだ。いやー、颯爽としていたね。でもひょっとしたらあれ泥棒かもしれねえな。そんなもって煙突から忍び込んだりするんだよな。ボーロン、なるほどね、こっち行けるんだね。おお、これで来られるんだ。なるほどなるほど。あのサイン取れるのかな。はい、いけた。ありがとうございます。でこれじゃないのかな。よし、行きましょう。なんだお前たちは。船乗りのバレル、なんてことだ。他を当たってくれ。操舵長として船に乗ってほしいだと。悪いが他を当たってくれ。わしはもう二度と海には出んと誓ったんだ。マジか。社員あった。ありがとうございます。ねえ、なんとかなんないかな。どうしようマリオ、あの様子じゃ簡単に引き受けてくれそうないわ。でもどうして海に出ようとしてないのかしら。どうやらそのあたりの事情に詳しそうな人を探した方がそうね。マスターかな。パッと思い浮かぶのそのあたりじゃないか。バレルさんが海に出ないわけ。あなた方はバレルさんに海に戻ってもらいたいと思ってるんですか。なるほど、トロピコアイランドへ行きたいんですか。確かにあの辺りの海は普通の船乗りでは無理ですからね、バレルさんでなければ。実はバレルさんには悲しい過去があるんです。それを聞きたいですか。マジか。そうですか、ではお話ししましょう。実はバレルさんにはスカーレットという名の美しい奥様がいたんです。二人はとても愛し合っていました。バレルさんは船乗りですから長い間家を留守にすることが多かったんですが、スカーレットさんはそんな時も文句一つ言わずにいつもバレルさんを待っていました。そしてバレルさんも他の女性には見向きもせずスカーレットさんだけを愛していました。しかし、そう、あれはある寒い冬のことでした。スカーレットさんが流行り病にかかってしまったんです。その時バレルさんは長い航海に出ていました。バレルさんが戻ってきた時スカーレットさんはすでに亡くなっていたんです。バレルさんは妻が死んでしまったのは自分のせいだ、病気の妻を看病できなかったのは自分が船乗りだったからだ、そんな風に考えてしまったんです。そしてその後彼は二度と海へ出なくなったんです。そういうことがあったんですね。
いやー、でもこれ、範囲を選ぶべきなんだろうね。わかりました。そこまで言うのであれば、これをあなた方に預けましょう。なんでしょうか。びっくりした。今なんかそこに見えない階段みたいなのがあるのかと思った。古い手紙をゲットだ。スカーレットが死ぬ間際に残したバレルへの手紙。これを見せるのかな、バレルさんに。なるほど。ありがとうマスター。なんだ、また来たのか。何度来ても足の気持ちは変わらんぞ。さっさと帰ってくれ。手紙？スカーレット、あなたに伝えたいことがあるので、この手紙を書くことにしました。あなたがこの手紙を読んでるとき、私はすでにあなたのそばにはいないでしょう。あなたが海に出ている間に私がいなくなってしまい、きっと自分を責めていることでしょう。でも私の人生は短かったけれど、一生分の幸せをあなたからもらいました。海に出るあなたをどれだけ誇らしく思ったことでしょう。これからも海に生きて海と共に。これからも海に生きて海と共に。マレルさん。確か、ソーダ市を探してるんだったな。目的地はトロピカアイランド。こんな汚れでも役に立つなら好きに使ってくれ。バレルさん。来てくれるんすね。船は港にあるんだろう。わしは一足先に船を見に行くとしよう。これで港に行けば出発ですかね。いよいよ。おお、メールだ。おお、プニコだ。やっほー。マリアさん元気？プニコはね、とってもとっても元気よ。よかったよかった。ここもいろいろ変わったかも。なあ、でもお兄ちゃんがおばばに怒られてばかりなのはいつも通りやし、あんまり変わってないのかも。もっとプニコと一緒に遊んでほしいんだけどな。マリオさんって忙しい人？これからすごい遠くへ行っちゃったりする？誰も行ったことのないとことか行きそう？楽しそう、羨ましい。今度暇の時でいいからプニコと遊んでね。絶対よ、プニコより。かわいい。あれ、卵？よし、行きますか。トロピコアイランドですよ。他に何もなければすぐにでも出航したいんだがどうかね。行きましょう。
まあやっぱりなんかあるんだろうな。まあ明らかに一人いたもんな。さあということでステージ5、トロピコアイランドの大海賊。ワクワクですね。なるほどね、なんかこの日記みたいな感じなんだ。星月松丸日、マルコン号は周囲の反対を押し切ってついに出航した。これは無謀な航海なのか、育児なじめ。海の男の勇気を見せてやる。おお。今日もいい風が吹いてる。白い雲と青い海が眩しい。まるで我々の航海を祝福しているかのようだ。航海は怖いぐらいに順調だ。この調子なら明日の朝には目的の島にたどり着けるだろう。いよいよか、トロピカアイランド。なんか歌ってる。一つ私の武勇伝でも聞かせてやろうか。お願いします。おいおい、まだ始まったぜ。マルコン旦那の武勇伝。あの話昨日も聞いたぜ。昨日もいたんだ。船が止まりそうですよ。うわ、めっちゃ出てきた。気がつくと島に漂着していた。この島が目的のトロピコアイランドだったのは不幸中の幸いなのか、一応ついたことはついたのか。だがバレル君をはじめとする3人の行方がわからない。もしや海賊王の怨念に。まずは探すところからなのかな。これから一体どうなってしまうんだろう。絶望が頭をよぎる。我々はようやく月を取り戻した。打ち上げられたものを拾い集めた。塩味のチーズ、塩味のジャガイモ、塩味のパンなどなど。思いのほか多くのものが打ち上げられていた。これならしばらくは生きていけそうだ。船の残骸を集め小屋を作ることにした。
これで雨や風をしのげる。バレル君たちの行方は未だにわからない。どこかで生き延びていることを願うばかりだ。島に流れ着いてから3日が過ぎて、どうにか小屋が完成した。再びゴロスキタウンに戻れることを信じて、島での生活を始めた。ヒゲ船長。見に行きまーす。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。